福岡高検のトップに着任したのは田辺康弘検事長です。栃木県出身の61歳で、これまでに大阪地検の検事正、札幌高検の検事長などを歴任しました。着任会見の中で田辺検事長は、関係機関とも緊密に連携協力しながら検察の使命をしっかり果たしていきたいと抱負を述べました。